したら電気関係のチェックいきましょうか。ロー、ハイ、ロー、ハイ、なんと右、左、はい、ポン、はい、オッケー。後ろも。さあというわけでマフラーを純正に戻します。なぜかというと明日車検だからです。よいしょ。うわ、ここ8?10?10 だな。お前と。ボッコリンコ来るからね。ボッコリンコ来るよ、これ。来るよ。おい、おい、おい。おい。あ、取れた。ここにこぐるよ。おい、おい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 、どうしたんだい。やばい、ごめん、こんななってんすね。こっちは。おい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 、さあ吊るしてるマフラー、あ、そう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 、力発散源です。これが右ですか。指切っちゃったんですけど、
コーヒー落としたぞ。いやーみたいな。ちょっと。よいしょ。さあ、久々の純正マフラーじゃございませんか。よいしょ。ああ、そうそうそう。さあ、肝心のフランジ、これちょっと秘密があって、これダブル650の純正ではないですね。これ800用のメッキ。よいしょ。これ洗浄で変えたはずだな、1個確か。ちょっとドレスアップとしてはいいんじゃないですかね。フランジを入れます。逆これに置いとこう。まあ仮止めでいいんじゃないでしょうか。とりあえず長いことお疲れさまでございますね、本当に。違う、いいのか。違う、いいんで。要はこれをここに合わせないといけないからね。それが何やんですね。あ、その前にさっきのフランジをきれいにしましょうか。これからがなかなかなんですよ。お先に入れねえと後でどうしようもねえか。出たよ、ブラケット。逆だよ、8つ持ったな。だやっちゃったよ。それどうした。それ遊びよ。ですよと入ったかね。ダメだな、ちゃんと入れてからじゃないと。こっち、よし、どうだい。先にさ、よっしゃ、来た。これは。疲れるね、まったく。
れ、あ、どうした、それ遊び遊び遊び素人整備で20年、なんか皆さんここで一手間なんですが、はい、出ました、いい玉、まあ、2GR のキャンセルですか、はい、OK、なんだろうね、 2GR というのかブローバイというのか、それの還元なんですね。マフラー変えてるときはキャンセルするよと。ちゃんとは言っていませんよと。なんかすみません、なんか調子悪いなと思ったんだけど。ポン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 来たよ。なんで？あー、こうじゃなくこうだっけ？あれ？こうだっけか？こうだっけ？なんか言われてみるとそんな気がしてきた。ちょっと逆もだね。寝方間違ったね。あっちもだな。最後の思想でございますよと。ああそう、ナンバープレート、そうだ、隠してたんですけど、やっぱノーマルマフラーいいな、さすがだね、やっぱ純正だわ。まあなんと申しましょうかね、マフラー効率のいい、排気効率のいいマフラーを変えた時のまああるあるなんでしょうけれども、車バイク問わずね、これはまああくまでこの私の解釈なんですけれども、よくねマフラー変えると低速のトルクが落ちるなんて言うけど、効率のいいマフラーってことは径が太いという太いマフラーなんでしょうけれども、エンジンの構造上どうしてもその吸気と排気にはオーバーラップがあると。工程としては排気があって吸気があるんだけども、排気バルブが閉じ切る前に吸気バルブが開いてると、そう、若干のオーバーラップがあると。だから、まあ、低速の時には、ね、そんなにシリンダーの吸引力もないじゃないですか。そんな時に引っ張った混合気が若干排気の方に流れるんですかね、生ガスが、それによって若干なんていうのかな、混合気が減るっていうのはね、それによってちょっとパワーが落ちるというか、トルクが落ちるというか、まあそういう理屈なんでしょうねっていうのが私の考えなんですけども、どうなんですかね、うん、まあいずれにせよ多分簡単に言えばオーバーラップなんだろうね。だからマフラーを元に戻して、まあ、若干径の細いというか、まあ、ワッフルもねちょっと音消音の効果のために詰まり気味にするってことは、デシベル数を下げるためにということは、まあ結果的に排気効率が悪いと。だから、まあ、低速時には排気効率が良くねえから、オーバーラップでの時に排気側の方に逃げちゃう混合気の量が少ないと言えばいいのかな、効率が悪い分ね。だから結果としてまあトルクがあるような気がする。まあ実際トルクは強いんだけどね、うん、今日もこれ久々にノーマルマフラーつけてみて、おお、やっぱ低速のトルク全然強いわみたいなさ、
あるんですけれども、そう、まあそんなところでしょうか。